改めまして、こんにちは。えー、と今回は、えー、いわゆる自己アピール入試、プレゼンテーション型の入試ですね。 あの口頭で発表する場合もあるし、まあ、中にはこう筆記的な要素もありますけれども、まあ、これもですね、やっぱりあのこの先の大学入試、あるいは日本の教育で大事にしていこうと言われているプレゼンテーション力、表現力っていうものを、あのま頭う入試になると思いますけど、あの何も小学生ですから、そんなにこう、すらすらと上手にしゃべる。 必要があるかっていうとうそこでではなくてですね何か自分が打ち込んできたこと、取り組んできたこと、特にあの小学生の皆さん、保護者に知っていただきたいのは、習い事とか、あるいはもう本人が好きでやっている研究とか、ですね何かのめり込んでいること、そういうものでも全然構わないということなんですね。で、それに打ち込んできた、例えば、えー、集中力とか継続力とか。 え、あるいは、あの、その家庭のサポート力とか、そういうものも含めて、あの、受験者のいいところを見てあげようっていう入試になると思いますんで、あの、最初にもう、あの、私の感想から言うと、このプレゼンテーション入試を受けてですね、合格してその学校に入った生徒さんの学校に対する、なんというか、思いっていうのはすごく強くてですね、あの、ロイヤリティという表現とはちょっと違うかもしれないんですけれども、 入学してからもいろんなことで頑張ってくれる、自己肯定感が高いまま入学してくれるっていうふうにあの聞いてます。それから入試が終わった後に楽しかったと言って帰ってくる受験生がほとんどっていうのも今までの他の入試はなかったことだと思いますので、その辺のお話、多分市川さんとか北岡さんからもあるかもしれませんけれども、えー、そしたら市川さん、お願いしてよろしいでしょうか。はい えっと、私は2022年入試で、えー、二度目文化の好きなこと入試の,あのオンライン型を、オンラインを活用したタイプをあの見学させていただきましたけれども、あのオンラインを通じてでも自分の好きなことっていうのをどういうふうにアピールするかっていうのは、それぞれの受験生があの工夫していましたし、その他の学校でも、あのまあえー、白衣を着て、えー、ポスター、 にまとめたものを発表してみたりだとか、あと、まあ、折り紙の作品を作ってきたものをたくさん見せながら話したりとかっていうふうに、それぞれの受験生が頑張ってきたことを、あの、自分の言葉でどういうふうに相手に伝えようかっていうような工夫をしているっていうのがとても、あの、印象に残ってます。 なので多分入試の準備、そこで発表する準備をしている時からすでに楽しかったんじゃないかなっていう、あの、ふうに思いますね。多分ご家族も巻き込みながら一緒にあんなことあったねとか、こんなことあったよねとか、こうすれば楽しいんじゃないみたいなことが、あの、会話がご家族でもできてるんじゃないかなっていうふうに思うので、えー、そういったことも多分学校の先生も察しながら、かつ当日面接、 あの質疑応答がありますので、そこでそのあたりっていうのも、うん、うまく学校の方で聞き出しながらっていうような姿もあるというのが特徴じゃないかなと思います。ありがとうございます。北岡さんも何校か取材されてますよね。はい。一番、八王子自中学校の、えっ、ー、と、プレゼンテーション入試の中の、えー、自己表現型にあの注目をしていたんですけれども、そちらは、あの、 えっと、受験生がそれぞれ小学校の時に、あの、打ち込んできた習い事とか、あの、そういったものをこう発表していく場なんですけれども、自分が特に印象に残ったのは、あの、まあ、えっと、先ほどその、プレゼンがたどたどしくてもっておっしゃってましたけれども、自分が見た、その、自己表現型入試の時の、あの、受験生はみんな本当に上手で、で、 何がすごいなって思ったかっていうと、あの、この学校に入学してから自分はこうやっていきますっていう今後のビジョンがすごい見えていたっていうのがあったんですね。で、しかも、例えばそのバレエをやってきた子なら、そのバレエだけじゃなくて、ちゃんと学校に入って、えっと、勉強とどう両立していくかの作戦も立てていたような感じだったんです。で、あの、この内容は、えっと、基本自由なので、もちろんそのな、その、 学校入ってからどうやって両立していくかっていうことは別に言わなくてもいいんですけれども、それを自ら話していたっていうところから、やっぱこういう子が入ると、えっ、ー、と、自立して、あの、自立型学習っていうのにできていくんじゃないかなっていうふうには思いました。ああ、なるほど。ありがとうございます。今、あの、北岡さんがおっしゃった自立型の率は、 実するのの。<立>はい、そっちの方で。ですよね。はい、はい。あの、ニトベ文化でもまさにそういう学習者を育てたいっていう、う、理,理念がありますから、あの、入試の評価のところでも、あの、まあ、社会に役立っているような観点が入っているかっていうところは評価に入れてらっしゃったりとか、学校で評価の方も、あの、いろいろ工夫されてるなと思います。うん あの、この自己アピール型、プレゼンテーション型のニュースって確か2015年か2016年にあの中村中が始めたのが最初だったと思うんですけれども、うん、翌年の2016年にあの放線リスインターの、えー、名称はリベラルアーツニュースっていう名称でプレゼン型のニュースやってるんですけど、それを取材させていただいたときはちょっと目から鱗でしたですね。 これまで中学受験の,あの仕事、長い間やってきましたけれども、こんな入試もあるんだって、こんな入試もあっていいんだ面白いなっていうふうに感じたのが正直なところでした。うん、で、あの、北岡さんと今、市川さんが言っていただいたように、これ本人が今までの,あのいろんな取り組みを振り返って、ご家族と一緒に準備してもいいんですよね、大体ね。うん、でそれをこう、お母さんやお父さんと一緒に振り返る過程で、 またご家族でその受験生の成長が実感できたりとか、あるいは、あの、そこで、えー、お母さんお父さんにも自分のプレゼン見てもらって、で、受験生が自分の言葉で堂々と語れるようになったり、そんな効果も、あの、あるんじゃないかなっていうふうに感じてます。えー、何か他に、あの、お伝えすることってありますでしょうかあの、今、中村中学校、はい。 あの、まあ、先駆者的なところで名前上がりましたけれども、今年は確か東大の推薦入試で合格者が出ましたよね。あの、この入試のタイプで入った子というわけではないですけれども、あの学校の中で、まあ、まあ、推薦入試に対応するための論文であったりとか、発表する力っていうのが育てられていくっていう土壌があればこそのことだと思いますので、やっぱり入試と学校の中、 あの、教育内容っていうのはすごくつながってるなっていうのは感じました。そうですよね。あの、本当にこれから大学入試が変わっていって、特に、まあ、あの、推薦を拡大していったときに、あの、そう、やっぱり力を発揮できるような学びをしている学校っていうのが、あの、このプレゼンテーション型入試の学校とも、あの、かなり、ええ、関係してるんじゃないかなと思いますけど、北尾さんどうですかはい。えっと、 この自己アピール型入試は結構あの、個人的にはこうグループワーク型入試とはちょっとあの、反対というかあの、違う部分があるなと思っていて、こっちはやっぱりその個人の えっと、一点突破なので、なんかこう、前の早稲田大学の一芸入試にすごい近いような部分もあるとは思ってはいるんですけれども、やっぱそういう一つのことに秀でたりずっと打ち込んできた子が、で、小学校のうちからそれをアピールして中学に入って、で、その先見据えながら、あの、やっていくっていうのは、もう本当に将来的に、 すごい楽しみだなっていうふうに思いました。うん、特に小学校のうちからあんなに堂々と話せる子が、会社なりどこなり入って、その下から上がってくるっていうのは、あの今、社会人の人たちってかなり脅威になるんじゃないかなっていうふうに思っています。はい。あの、もう一つですね、その受験生と保護者にあのお伝えしておきたいのが、 このプレゼンテーション型の入試、えー、例えば法選学園、えー、リス・インターのリベラルアーツ入試、これ必ずしもですね、そのすごい活躍、え賞、ー、状をもらっていたりとか、なんか、えー、本当にコンテストでいい成績を収めている、そういう子じゃなくてもいいんですね。で、とにかくその小学生までに自分が頑張ってきたこと、これからも頑張っていきたいことを、えー、どんなふうにこう表現できるか。 でえ、実際にはですね、すごい成績、えー、例えば、えー、将棋の日本チャンピオンとか、世界大会にチェアリーディング出るとか、そういう子も受けに来てます。受けに来てるから逆に、あのー、本戦リス・インターは、その翌年からですかね、トリプル A 入試っていう、えー、アート、アスリート、それからまあアカデミック、 まあ、勉強ですよねそれで、日出たこの入試を別枠にしてくれました。これも同じプレゼン型です。ですから、あの必ずしも何かものすごい活躍、うんえー、成果を持っていた生徒さんでな受験してなくてもあの、自分がこういうことに打ち込んできたよっていうのがあれば、自信持って受けられる入試っていうふうに考えていただくといいかなと思います。はい、そもそも、あの、 何か自分の体験を言葉にするっていうこと自体が誰かとその体験を共有して、あの、まあ、巻き込む力っていうことにもつながると思うので、あの、それがどんなに、あの、見た目、外から見て大きなことか小さなことかということではなくて、自分自身にとって頑張ったこととか、あの、大き、大きなことっていうのは大事なんですよね。うんうん、今、伺いながら改めて思いました。 そうですよね。あのー、こう、いろんな学校、それぞれこう、プレゼンテーション入試のコンセプトを、えー、紹介してくれてますけど、本専につインターさんなんかは最初の年から、えー、校長の藤先生自らが自分だったらっていう、えー、プレゼンの、あのー、中身をですね、あのー、ホームページで紹介してくれたりしてますよね。はい。なんか子供の頃、あの、自分は少年野球をやっていてっていう、そういうことでしたけれども。はい。 ですから、やっぱりこれも、あのー、それぞれの学校のプレゼンテーション型の入試をちょっと調べていただいてあ、あの、ここ自分に合いそうだなとか、受けやすそうだなっていうところを調べていただくといいかなと思います。日大部山女子さんなんかは最初思考力型という入試でやっていましたけれども、この数年間であの、プレゼンテーション型の方にこう、ぐっとシフトしてきてますよね、確か、うん。そうですね。多分やりながら、あの、入試もバージョンアップして、より、はい あの、その子の力だったり、いろんな評価軸で見られる入試に進化してるなっていう印象がとてもありますよね。だから、まあ、2023年入試であの、東京生徒大学中学校が新しい、えー、デ,ィスディスティングイッシュとラーナー入試。 <laughs> ね、あの後であ皆様、学校<う>の、はい、要項、それから動画をご確認いただきたいんですけれども、うん、そういう入試が生まれてくるっていうのは、やっぱりその入試の手応えっていうのを、それぞれの学校が感じているっていうことの裏付けかなと思います、うん。まだ、あの、この自己アピール型、プレゼンテーション型の入試をやっている学校っていうのは、全体としてはそんなに多くない。20 30校かららの間ぐらいでしょうかね、うん、でもあの、よく見ていただくと、本当にこう新しい学び、えー、新しい学校であったり、ドルトン東京学園さんとかですね、新しい教育スタイルを標榜しているような学校が積極的にプレゼン入試をこう導入しているという印象がありますよね。あります。はい、あの多分たくさん入学してほしいとかっていう。 ことではないと思うんですよね。いろんなタイプの入試があって、いろんな能力、力を持っている子が入ってくるうああそうですね。はいはい。ダイバーシティとかインクルージョンっていうのがそういうところにも出てくるんだと思いますああ。そうですよね。はい。実際にこのプレゼンテーション入試を受けて合格した子供たちの入学率はかなり高いっていうふうに聞いてますよね。うんうん、はい。そんなことも一つの特徴かなと思います。北岡さん、最後にこうちょっと コメントお願いできますかはい。えっと、通常の例えば2か4かの入試っていうのは、えっと、例えば小学校3年生、4年生から塾に入って、ずっと勉強して、こう、勝ち取るっていうようなタイプ。で、それに比べると、例えばこう自己アピールとかプレゼンっていうのは、そういったこう10分ぐらいで、あのー、終わってしまうような入試にはなるんです、なるので、あの、一見、なんかそっちの方が、 まあ楽じゃないですけど、なんか、あの、やりやすそうな感じの印象っていうのはあるとは思うんですが、でも、個人的には、そういったものにこう打ち込んで、えっと、自らのこう、気持ちとか、あの、楽しかったこと、辛かったこととかっていうのもこう表現できて、で、さらに、まあ、先ほど申し上げた通り、あの、中学に入学してからこうやっていくっていうビジョンが見えていること、えっと、見えてない子っていうのは、うん 知識以外にあの重要な部分というのもやっぱりあるとは思うので、そういった点で今後やっぱり注目されていくんじゃないかなというふうに思いますはいあの。本当にこのプレゼン型の入試に、えー、受けに来る子ってチャレンジャーですよね。勇気があるというか。うん、それだけこう準備をしてるし、あの入試が終わった後にさっき、まあ、楽しかったって言って帰ってくる子が多いって言いましたけどあの、もう一つの特徴としては、こなんかやりきったっていう感じで、<laughs> あのー、入試から帰ってくるお子さんたちが多いっていうのも一つ特徴かなと感じています。はい。それでは、この自己アピール型、プレゼンテーション型の入試についてのご紹介、これでよろしいでしょうか。はい。それでは、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。自己アピール入試、私立中コラボフェスタ参加校をご紹介いたします。対象になる学校は、 厚生学園女子、生学院、東京科生学院、東京生徳大学、中村、大生学園理数インター、目白研修、清和学院、新、えー、二戸部文化、関東学院六浦になります。自己アピール入試といってもですね、それぞれタイプがございます。え、プレゼンの入試もあれば、えー、そうですね、好きなこと入試のようにですね、えー プレゼンするだけじゃなくて、そのやりとりがあったり、様々ございますのでご確認いただければと思います。今回、該当する自己アピール入試の中で、12月4日私立中コラボフェスタの体験講座があるものに関してです、生学院思考力体験講座、東京生徳大学ディスティングシュードラーナー選抜入試入試体験説明会、 法政学園リスインターのオンライン型体験講座で、日本語のリスニング体感講座。これはですね、えー、様々なこちらに載っている入試に関しては、日本語のリスニングとプレゼンテーションがセットになっておりまして、それの体感講座ということです。はい。そして、聖和学院の、えー、ビブリオパトル入試、プレゼンテーション入試の体験ができます。 ニトベ文化に関しては、好きなこと入試体験体策ワーク、オンラインの体験ごぞれけられます。え関東学院ブズーアでは、えー、来校型の体験として、自己アピール型入試を、えー、実施いたします、えー。ぜひご参考いただいてご参加ください。